はい、中山神社です。駐車場側からですとね、2、3分歩いてここまで、参道向こう側にもね、大きな山がありますね。こちらの社が大きいようですね。こっちが正面ですね。こちらのね、あの宮司さんというか神社なんで、車で上がってくるとしたら、さっきのところか。ってことはいらっしゃらない感じかな。でもそこは車で上がれないか。社務所ですよね。こっちは入り口のとこですね。校舎って書いてあります。里というか山の神社っていう感じですけど、入り口には大きな狛犬があります。ここはかなり山の中なんでね、なかなか来る機会がなくて、まあ、岩村城は何度も来てるんで、今岩村城から30分ぐらいですかね、ぐるっと回ってちょっとした峠を越えて、ただ近くにあの大きなゴルフ場があるんで、まあ全く山の中というか人気がないということでもないんですね。こけそうです。ちょっとお参りはこちらですね。すごいな。早速狼たちがいますね。写真でしかね、見たことない方は、ね、イメージつかないかもしれませんけど、お隣に小さな白山神社がねあります。はあ、今日はいらっしゃらないか。そうするとお札はもらえないということになりますね。曜日で休みかもしれませんね。はい、中山神社です。狼の像についてはまた別に